ライアン・コール・ラ・バーアンウェイは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、バーバンク出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のクリーブランド・インディアンス参加所属、ユダヤ系アメリカ人である、エルカミーノ・リアル高等学校時代は、無名の存在で、野球の奨学金を提示する大学もなかったため、IB リーグの名門、イエール大学に進学。専攻は、 古代哲学だった。大学2年時に外野手から保守にコンバートされると同時に嘆きも改眼し NCWADB 女21の首位打者を獲得するまでに急成長した。2008年の MLB ドラフト直前に右手首を痛めて指名順位が落ち込んだが6巡目でボストンレッドソックスから指名され入団した。2010年は a 級 q セーラムレッドソックスと AAQ ポートランドシードックスで22本塁打102打点をマークしアンソニー・リゾと共にレッドソックスからマイナーの最優秀打者として表彰を受けた。2011年は AAQ ポートランドとトリプル AQ ポータケットレッドソックスで合計32本塁打を放った。8月18日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビューを果たした。 2012年はトリプル A 級ポータケットで8本塁打とパワーを発揮できず8月に昇格してからも打率1割台特選が続いたこの年は同じくイエール大学出身のクレーグ・ブレスローもレッドソックスに在籍しており8月18日には MLB 史上初となるイエール大学出身者同士のバッテリーが実現したイエール大学出身者がチームメイトになるのは 63年ぶり2度目であった。2013年8月7日のヒューストンアストロズ戦では初先発となったスティーブン・ライトのナックルボールにうまく対応できず、メジャー対記録となる1イニング4ホイツを記録した。2014年3月7日にレッドソックスと1年契約に合意した。3月28日にトリプル A 級ポータケットに配属され、開幕を迎えた。 この年は、AJ ピアジンスキーが、聖保守として定着し、またピアジンスキー移籍後もクリスチャンバスケス、デビットロスが、主に起用されたため、メジャーに昇格しても、保守としての出場はなく、一塁種や代打として9試合の出場にとどまった。オフの11月25日に、パブロ・サンドバルの加入に伴って、リーフとなった。2014年12月5日に、ウェーバー工事を経て、 ロサンゼルスドジャースへ移籍したが、12月11日に、ィーフとなった。12月19日に、ウェーバー工事を経て、シカゴカブスへ移籍したが、23日に、ウェーバー工事を経て、ボルチモアオリオールズへ移籍した。2015年1月9日に、ィーフとなり、参加のマイナーに配属されたが、この年は開幕ロースター入りを果たした。オリオールズでは10試合に出場したが、 5月26日にィーフとなった。2015年5月30日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。6月15日にメジャー契約となりアクティブロースター入りした。27試合に出場して打率227日本塁が6打点を記録した。10月9日に40人枠から外れる形でトリプル A 級。 グーイネットブレイブスへ配属された後、11月24日にマイナー契約で再契約し、2016年のスプリングトレーニングも招待選手として参加することになった。2016年は開幕からトリプル A 級グーイネットでプレイし、25試合に出場して打率、276、10打点を記録した。5月13日に自由契約となった。 2016年5月27日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。参波の AA 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツでプレイし、66試合に出場して打率26。262、6本塁打、38打点、1盗塁を記録した。オフの11月7日に FA となった。2016年11月21日に、 オークランドアスレチックスとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月には2017のワールドベースボールクラシックにイスラエル代表として出場し、一時ラウンドプール A の MVP に選出された。開幕はトリプル A 級ナッシュビルサウンズで迎えたが、7月5日に女子フェグリーの育休リスト入りに伴い、 メジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。7月8日に、ィーフとなり、11日に40人枠から外れる形で、トリプル A 級ナッシュビルへ配属された。7月27日に、前述のフェグリーの10日間の故障者リスト入りに伴い、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。8月5日に再び、ィーフとなり、7日にマイナー契約で、 トリプル A 級ナッシュビルへ配属された。10月13日に FA となった。2018年1月22日にピッツバーグパイレッツとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは参加のトリプル A 級インディアナポリス・インディアンスでプレーし77試合に出場して打率2889本塁打。 33打点を記録した。9月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの11月2日に FA となった。2018年11月7日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年シーズンは開幕から参加のトリプル A 級。 スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースでプレーしていたが、7月18日に自由契約となった。2019年7月18日にシンシナ・ティレッツとメジャー契約を結んだ。7月28日にディーフとなり、30日にマイナー契約で参加のトリプル A 級、ルイビル・バッツへ配属された。8月29日に自由契約となった。 2019年8月30日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、参加のトリプル a 級コロンバス・クリッパーズへ配属された。オフの11月4日に FA となった。またこの年の11月にはイスラエルの市民権を取得した。2019年12月18日にマイアミ・マーリンズとマイナー契約を結び、2020年の スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年8月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月21日にリーフとなり、25日にマイナー契約となった。レギュラーシーズン終了後の10月15日に FA となった。2021年2月19日にインディアンスとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。6月17日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月24日にリーフとなり、28日にマイナー契約でトリプル a 級コロンバスへ配属された。7月には東京オリンピック野球のイスラエル代表に選出された。9月2日に再びメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。9月14日にリーフとなり、16日にマイナー契約で AAA 級コロンバスへ配属された。ありがとうございます。